社長は男、キヤは総合デコカウ、機械は最新、社屋は斬新、キヤは総合デコカウ、作る喜び男の仕事、可愛い女性も活躍中、キヤは総合デコカウ、さあ一緒に働こう。よし、キヤマスのあなたの未 来。ある時は鉄工所の親父、またある時はラジオのパーソナリティ、そんな吉井清松がその豊かな経験と人生哲学であなたの明日をクリエイト。吉井清松のあなたの未来始まり、まあ清松総合鉄工、大分県で一番有名な社長、吉井清松です。せーの、いいね。皆さんこんばんは、松本久美子です。はい、どうも。さあ、今年も残すところあとわずか。本当にもう今日20日ですよね。はい、もう本当今年もあと少しで、あと10日11日か。はい。ね、でわずかです。で、今週末大きなイベントありますよね。なんですか。マスコミが嫌いな、苦しみます。もうね、うん、クリスマスイブってどんなものだったかね、もうほぼ忘れてますね。普通の日、私にとってはいけませんか。あ、いや、十分十分。はい、いや、ということで、この話題したのは実はですね、この番組にも出てもらったことがある、トンネルを抜けたらたまり場っていう、若林優子さんっていう人がやってる、優子りんがやってるね、お店があるんですけども、その25日の日にはもう、まあ、こんな、いわゆるコロナ禍でどこにも連れてもらえないし、なんかもう子どもたちもやっぱりこのコロナでかなり、閉塞感で、もうわーってやりたいっていう気持ちがいっぱいあるんだっていう話で、もう私のお店開放して、うん、そういう子どもたちみんな集めて、うん、なんか面白いことやりたいんだっていう相談が僕あったんですよ。で、その相談を受けて、あ、じゃあなんか俺たちもなんかする、まあ、僕応援しちゃんけんってやってるじゃないですか、はい、応援しちゃんけんの加盟店に、まあ、関係するようなところに何社か声をかけて、なんかこういうゆこりんがこんなことやろうとしてるから、ちょっと、なんか手伝ってよって言ったら、みんな結構いろんなもん、持ち寄ってくれたんで、まあ、プレゼントをするようにしたんですよ。はい、で、ゆこりんのところには、あ、まあ、僕からだけじゃなくて、いろんなところから、そういう意味ではいろんな物資が集まってるみたい、プレゼントが集まってるみたいなんで、それを、この前、JFL で、見事優勝したベルスパ大分さん、はい、とベルスパ大分さんがクリスマスのプレゼンターになって、まあ、サンタクロースの格好するかどうか分かりませんけども、プレゼンターになって、はい、それと、僕吉井清松がプレゼンターになる、そしてそれと、たまり場からその3人がプレゼンターになって、子どもたちに無料で、プレゼントを配りましょうっていう、これイベントですね。もうね、イベントをするんですよ。ただそのものをもらうだけじゃなくて、誰からもらうかっていうのもね、うん、楽しみですもんね。で、まあ、じゃんけん大会してみたり、はい、僕の応援しゃんけんのメンバーでいうと、あの、双葉堂っていう、殿畑双葉堂っていうのは、はい、中津ビスマン、ね、ビスマン、ビスマン100個もういいな提供してくれて、はいはい、まあ、その100個を配るのと、あと9と5分の13っていう、はい、まあ、ケーキ屋さんがあるんですけども、有名なケーキ屋さんですよね。そのケーキ屋さんが、タルトを2ホールくれるっていうんで、はいはい、それをみんなに、配ろう。いいじゃないですか。いいでしょ。行きたいな、うん、まあ、その他にも、まあ、今検討されてるとこも何社かあるんですけども、はい、まあ、そういうふうにして、みんなで、まあ、応援しゃんけんの側からもなんかプレゼントを考えて、まあ、その他、ね、たまり場に今集まってきているものをこうみんなで、プレゼント、子どもたちにプレゼントしようっていう、そういう企画があるって、とても素晴らしいことだよなと思って、まあ、今、そのバックで私ね、サイレントな、うん、聞こえてきましたけれども、ね、
まあ今年ね、いろいろこう皆さん応援してきたよしならではの、うん、やっぱりこの企画参加といいますか ね、うん、そうですね、こう子どもたちに夢をね、プレゼント、そうですね、もうやっぱりその最後のこうね、押し迫った時だからこそ、あ、楽しかったねっていう思い出をね、作ってあげたいですもんね、うん、たくさん作ってあげたいなと思って、はい、でまあそれが、まあ3時ぐらいに終わるんですけども、はい、それから、6時半からは例の FTO のプロレス見に、はい、そうそう、そうなんですよ、馬之助さん、そうそう、もういそ大忙しなんですよ、でこの後の話になる、はい、プペル、はい、映画ですね、映画煙突町のプペルをその間に見ないといけないっていう、はい、超ハードスケジュール、ゲストの皆さんがこっちもあるよって感じでご覧になってますけど、じゃあ、12月25日めっちゃくちゃ忙しい、もうほんとハードな一日になりそうです。続いて後半はヨッシー清松の幅広い交友関係の中から素敵なゲストをお招きしてスペシャルトークをお送りします。ゲストさんいらっしゃい。さて今日のお客様、大勢様でございます。ようこそ、そうですよね、お越しいただきました。いよいよですね、今月の25日から上映されます映画煙突町のプペル応援隊の皆様方ということで、はい、5名様ようこそ、よろしくお願いします。お願いします。実はですね、はい、あの先々週でしたっけ、はい、僕あの話したじゃないですか、プペルってなんか俺すごく楽しみしてんだみたいな話をしましたよね、はい、でそれを聞いてて、あの僕ね、西野亮廣エンタメ研究所っていうところのサロンメンバーなんですよ。ほうほうほう、はい、でサロンメンバーで、そのお話を聞いてて、サロンメンバーの他の人たちが、うん、俺たちにも言わせろみたいな、うん、そうだそうだっていう話で、みんなそういう話をされたんで、じゃあ来ていいよみたいなのが今回です。ありがとうございます。はい、あの初めての方、あの西野亮廣さんね、はい、知ってる人は知ってます、はい、あのキングコングのね、はい、西野さんですけども、今どちらかというとのお笑いタレントさんというよりは、ね、まあさまざまなですね、うん、まあ、ビジネスプロデュースなさってまして、この煙突町のプペルの原作者でいらっしゃいま す、ね、まあ、これが今度ね映画化ということで、応援隊ということはどのようなことをなさるんですか。あのね、みんなこう、ポスターみたいなのがあるんですけども、いろんなところ行ってそれを貼らせてくださいって頭下げて、はい、貼ってもらったり、うん、まあ台本を買って、なんかその台本を見ながらこういろんな人に説明してみたり、うん、煙突町のプペルのこうあの絵本を誰かに配ったり、うん、ね、うん、そういうことをみんなやってて、自分のためじゃなくて、この煙突町のプペルというこの物語を広げていくことが、僕らの明るい未来を作るんじゃないかって、勘違いされてる。いい感じです。その通りです。何も間違いない。お一人ずつね、自己紹介と思いをおっしゃっていただきたいと思います。はい、はい、古木直美と申します。西野亮廣さんのオンラインサロンに入って約1年なんですが、うん、日々ですね、最前線で明るい未来のために誰よりも動かれている西野さんの行動力に惹かれて、応援したいと思って勝手に応援させていただいてます。はい、よろしくお願いします。はい、どうぞ。はい、堀達也です。よろしくお願いします。別府に来るきっかけ、今僕別府で仕事してるんですけど、別府で仕事するきっかけになったのも、このサロンのつながりですし、うん、はい、今ここに来てる皆さん方とつながってるのもこのサロンのつながりなので、そういうのをどんどん大分全国広げていけたらなと思っていろいろやってます。よろしくお願いします。はい、おめでとう。はい、ありがとう。はい、稲垣久美子です。私は4人の子育てが終わって4人ともが成人して、これからの人生楽しいことは何かなと思った時に、この西野さんのオンラインサロンを見つけて今楽しい人生を送らせてもらっています。このプペルもすごく感動するので、みんなに広めていきたいなと思っています。よろしくお願いします。はい、どうぞ。よろしくお願いします。工藤光輝と申します。はい、私、去年脱サラして独立したんですが、はい、その時の心境とか環境が西野さんとすごく共感できて、それでサロンメンバーとなっております。今日はよろしくお願いします。はい、します。はい、どうぞ。はい、近藤由紀子です。サロンメンバー、サロンに入ったのは今年の7月なんですけども、コロナで外に出れない時に西野さんの革命のファンファーレを聞いて、もう自分が
考えつかないようなことをすごく書いていて、感動して、でそこからサロンに入ることになりました。プペルも、すごい感動して、大人の方の方が泣ける映画だと思うので、うん、広めていきたいと思います。お願いします。はい、大体ここにいるメンバーの人たち映画の内容知ってますよね、はい、で基本的にはシナリオ全員読んでるし、読んだ挙句どんな物語が始まってどんな物語風にして終わるかってみんな知ってるじゃないですか、うん、それでも映画を見に行くって、うん、なんか楽しみで、うん、すごく楽しみ、うん、だその辺がどうしてかっていうのを、なるほど、はい、言ってもらえます？なるほどな、掘り出すあたり、はい、うん、ちなみにこの絵本のに書かれてる内容って映画のごく一部って言われてて、やっぱ映画の全貌を見て初めて煙突町のプペルが完結するって言われてるので、それもすごい楽しみではありますし、なんかこうあとは映画12月25日に公開されるんですけど、そこなんかみんなの集合場所になってるというか、はい、映画を見に行くだけじゃなくて映画を見に行くとみんな友達がいるみたいな、はい、一つのイベントになってるんで、それが結構みんななんか映画見に行くきっかけとかかなみたいな、うん、その後飲みに行こうぜみたいなことも多分あると思いますし、うん、なんかそういうのすごい楽しみだなと思って、やっぱ思いますね。西野さんの、まあ、いわゆるオンラインサロンのメンバー、サロンメンバーっていうだけで僕らなんか、なんか僕らなんか持ってるんですよ、糸みたい、紐みたいなもんね、まあ、サロンメンバーですって言ったらなんか勝手にこう紐がつながって、うん、怪しい話しか聞こえないですけど、確かにそうなんですよね、はい、なんかもう環境も違うし、まあ年収も違うし、はい、まあ男女別もあるし、はい、いろんなもんがみんな違うのに、はい、サロンメンバーなんです、あ、そうなんですかって、なんか100年前から知ってるしかみたいななんかそんな気するじゃないですか、最初から友達、全然悪い人いないですもんねって、うん、まあ、警戒、最初会った人は必ず警戒する、うん、この人何してんだろう、何をやろうとしてんだろう私にって、なんかそんなのあるじゃないですか、もう何にもないんですよ僕ら、そういう、サロンメンバーです、ああそうなんですか、私何ヶ月目のサロンメンバーです、うん、そうなんですかってすぐハグになったりするんですよね、はい、だからだって先週1週間前にね、初めて清松社長とも会ったのに、ここみんな初対面なのにみんなサロンメンバーですって言ったら呼べちゃうっていうね、特権ですよねそれも。だからある意味西野明弘さんというもうここがなんか一つ学校母校みたいになってて、それですそれ間違いない、そこのなんか在校生卒業生なら間違いないみたいな、そういう雰囲気で、だから今回のこの映画もね、こう二面あって、西野さんだから行くという人もいれば、このもうストレートに煙突町のプペルというものを見たいという方もいらっしゃる、特に子供にも見せたいわっていう方ね、たくさんいらっしゃると思うんで、ちょっとストーリーをちょこっと教えて先生どうぞ。先生で、先生で、煙突町っていうのがあってですね、それは熱いこう煙に覆われていて、煙突町に住んでいる人たちっていうのは空を知らないわけですよ、うん、で空を知らないんですけれども、主人公のルビッチのお父さんだけがですね、うん、いやあの煙の向こう側には瞬く星空があるんだっていうことをずっと言い続けてるんですよ、うん、でその息子のルビッチもずっとそれを信じてるんですけど、町の人たちからは嘘つき呼ばわりされていて、うん、そんなものはないと、うん、だけどルビッチだけがそれを信じていて、でそれをゴミの中から生まれたゴミ人間のプペルと一緒に、まあ、探しに行くっていうストーリー、最初はそのストーリーです、はい、ここまでにしておきましょう。素晴らしい100点満点です、ね、すごいですね、よく出ましたねまあこれをね最初ね絵本にご覧になってね、うん、もう大好きになった人もいると思うんですけど、普通こう絵本がこうやってこう上映されると、うん、なんかイメージと違うとかいう人ね、うん、たまにいらっしゃいますけど、うん、この度は間違いないですね、うん、そうですね、うん、このもうその絵もそうですけど声優さんがまたすごい人たち、うん、確かに、
知ってます知ってますあの僕らが紹介してるんですよすいませんいや本当にでもねこれある意味ねこうこの閉塞感いわゆるコロナの閉塞感も含めてなんか、まあ、僕ねあの今月末に忘年会やろうとしてるんですけど、うんうん、今忘年会僕がやるんだっていうだけでいろんなとこからいろんな声聞こえてきて何やってんだよこの時期にそんなことやるなよみたいななんかそういうのがいっぱい言われるんですよ、はいはいはい、まあ、本当のルビッチの気持ち、あそこに星空あるって分かってんのに分かってるっていうか僕が信じてんのにそれを信じてるって言った時点でみんなから戦え始めるっていうそういうのがもう僕の気持ちとなんかすごく重なる部分がこのルビッチにあってで皆さん一緒じゃないですか。あのちょっと変わった人たちなんですよ。どういうことですか。ゲストに向かってある意味ちょっと変わった普通の人たちとちょっと違った人たちで、夢を信じてしまった人たちなんです。で夢を信じてそれに向かって行動しようとしてしまったのが西野のサロンメンバーの人たちに多くて、でそのサロンメンバーの人たちがやろうとすると他の世界ではこう袋叩きに遭うんだけど、このサロンの中にいるだけで、僕これやりたいって言った時点で他のみんながいいねそれって言ってくれるんですよね。その通り、うん、そうなんです、うん、それ応援するよってつい、ね、最近もなんか誰かが音楽家になりたいって言ったら、うん、わ私応援する、そのコンサート行くって言ってみんな集まるみたいなことがあったじゃないですか。そうですね、うん、そんなことがね ここだけで許される、うん、これが心地いいんじゃないかなって。はい、もうねあのそういう夢を持ち夢を信じた皆様の、うんうん、今日は熱い思いを伺ってるんですけれども、はい、その星を信じた少年ルビッチ、こちらが、芦田真奈さんが、そしてゴミから生まれたプペルをあの久保田さん、いやもうこれすごいですよね。まだエールロスの方はぜひこれで渡っていただきたいんですけど、どこに行ってどうやって見ることができるのかちょっとお知らせいただきたいんですが、堀立から言えば、はい、はい、大分県はですねあの東宝シネマさん、はい、アミュプラザ大分と、はい、ワサダタウンと、はい、パークプレイス、はい、であとは少し離れた中津市のイオン3校の、はい、4会場で見ることができます。はい、はいはい、もうこれねクリスマスにいい思い出ができますよね。クリスマスですもん ねクリスマス、ね、僕らサロンメンバーはそのクリスマスの日に、みんなで映画を見て、映画館でああったねっていう最高なんね、ハイタッチから入ってね、ハイタッチ、ハイタッチしてその後よし飲み行くぞみたいな、そういうことができるっていう、まあ、特権がありますよね。でもでそれが楽しいんですよね。堀さんもおっしゃってましたけど、本当に西野さんってもう絵本を作るんじゃなくってこっちが先の構想にあって、そして絵本だったらあっちが先に火がついちゃったけど、結局これで成り立つわけですから、これ見ないと本当の西野ファンとは言えないし、プペルファンとは言えないんじゃないかなと。これがもう最初で最後の大きな勝負って言われてるんで、ここでディズニーを超えるっていうね。はい、もうぜひぜひご覧いただきたいと思います。もう、面白いのは西野さん、この煙突マスプペル全部で50万部売れたんだったっけ、ぐらいですかね、50万部売れてんのにこれただ単に映画のチラシなんだって言い切ってるのがすごいですよね。もう50万部売れたチラシなんてないんだけどそうそう、それがね全部この映画のチラシだったんだって今、盛んに言ってますよね。そういうのがやっぱりこの、まあ、西野さんがここまでかけたものに僕らサロンメンバーは応援せざるを得ないだろうっていうことで、まあ、年末の忙しい時に、はい、みんなに集まっていただいたっていうのが、まあ、今回の回になります。はい、で、まあ、最後、この番組ね、あなたにとって未来とはっていうので締めくくることになってるんですけども、はい、全員の未来を聞くのはちょっと時間的に、厳しいので、はい、喋りてーよ。いやもういいじゃないですか、もうせっかく来ていただいたんですから。いやいやいや、時間がね、お一人30秒以内でどうぞ。はい、じゃあお願いします。濃厚な一人の方がいい気がするんですよ、はい、ということで直美さんからまずは、
お願いできます。はい、私にとって未来とは自らの手で自分の手元に手繰り寄せるものかなというふうに思います。それはやっぱり西野明宏さんのオンラインサロンで、まあ、日々の西野さんがすごいボリュームの文章をいつも投稿してくださってるんですけど、やっぱり西野さんがそういうふうな未来のつかみ方をされているっていうのを間近で見て学ばせていただいて、私自身もそういうふうに行動していきたいなっていうふうに思っています。手繰り寄せて捕まえるって今言ったんですけども、多くの人にとって未来って何か掴めるもんじゃ、掴めるってそこに目標がなくって、ただ単に昨日の続きの今日をみんな生きてるわけじゃない。今日の続きの明日があるとは限らないのに、なんか昨日の続きの今日をずっと生きてる。でそこに行った先に何かがあるって分かってない人がほとんどなのに、今直美さんの言ったのはそこに何かがあるっていうことを確信されてる、しかもそれを手繰り寄せて僕は私は掴むんだっていうことを言われてるっていうのがやっぱり西野イズムなんですよね。西野イズムじゃなかったらそこに未来に何かがあるって思わない人たちがほとんどじゃないかなって僕思うんですよね。そういった意味じゃ大きくうなずいてらっしゃいますからね。、はい、全部言ってくれました。どなたかプラス言いたいという方いらっしゃいませんでしょうか。どうぞ。言うよ、うん、はい、大丈夫ですか、はい、じゃあ未来とは、はい、未来ですね、まあ本当に僕3年ぐらいサロン入ってるんですけど、やっぱ西野さんにのサロンに入ってからやっぱ出会う、なんか社会人になってこんなに大人って楽しいんだっていう、すごい明るい未来を見させてもらって、どっちかっていうと今のまあ大学生と関わることも多いんですけど、なんか社会人になるとなんかどうしてもなんか我慢とかストレスをずっと抱えながら生きていかなきゃいけないっていう思いが強いみたいな、大学生生活が一番って思ってるんですよ。でもそうじゃなくて、僕はこうやってたくさんの価値観に触れていろんな人と会えて、本当年齢もいろんなものが違う中でもこんだけ大人ってすごい楽しいんだっていうのを本当に肌で実感してるので、なんかこういうサロンの活動も含めて、まあプライベートや仕事もそうですけど、そういったものをなんか皆さん方、僕はよく飲み会とか開いてるんですけど、そういったもので大人ってめちゃくちゃ楽しいよっていうのをいろんな人に伝えていけたらなと思います。すごい、はい、またね、こういう西のイズムを広げるために新しい出会いの場としてね、はい、映画館で会いましょうということで、はい、ぜひぜひお出かけいただきたいと思います、はい、今週の金曜日からですんで、はい、皆さんお楽しみに、はい、今日は映画煙突町のプップル応援隊の皆さんにお話を伺いました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。世のため、人のため、そして己のためにを社税として少人だけで成り立つ会社を目指します。競争鉄鋼株式会社、ここには夢がある。はい、サロンメンバー帰っていきました。いやだったね、本当に元気は元気かったね。はい、あれね、ああ見えてもね、僕と知り合ったのたった1週間前なんですよね。本当不思議でですね、もともと僕どっちかっていうと鴨さんファンだったの知ってますよね。はい、でなんで、今回サロンメンバーとこういうふうになったかっていうと、鴨さんがね、鴨さんの鴨頭吉人さんが、西野サロンを応援するんだっていう、そういうのを立ち上げて、みんなブベル鴨さんが応援し始めたんですよ。それに見てて、なんか面白い、鴨さんが応援してる人はどんな人だろうって、西野さんを見始めると、西野さんの方が僕に刺さっちゃって、逆に言うと、なんかもうみんな、鴨さんってある意味天才なんですよ。あの人が何言っても、あーってなんか納得させられて、よく、それを考えてしまう、見ると大したこと言ってないのに、なんかすごいことを聞いたみたいに感じてしまう、はい、あの人の鴨頭さんとは講演家の方でございます。そうそうそう、ね、あそうか、そこら辺の話 してないか、はい、鴨頭吉人さんっていう、YouTube 講演家っていう人がいて、僕その人に憧れて今までいたんですけどもっていう話ですよね。で、あの人とはいわゆる生まれ持った天才なんですけども、西野さんってそこまで話がうまいわけでもないし、なんかいつも失敗ばっかりしている
ていうふうに、まあ、本人がそういうふうに言ってるんですけど、なんか僕と被るとこがすごく多いんですよ。鴨頭さんみたいにはなれないけど、僕西野さんみたいにもしかしたらなれるんじゃないかなって感じさせてくれるのが西野さんだったんで、即座にもう、まあ、鴨頭さんの縁で西野さんを知ったんだけど、西野さんのことを好きになって西野さんのサロンに、西野明弘エンタメ研究所っていうサロンに僕すぐ入ったんですよね。そうすると、入ったらすぐ、まあ、案内が来て、サロンメンバーで飲んでますから来ませんかみたいな話が来て、あ、そういうことかって言ってすぐ次の週に行ったら、もうこれでもうみんな仲良くなったみたいな、そういうシチュエーションがあって、まあ、今回、サロンメンバーの皆さんに、ここに来ていただいたっていう、そういうことですよね。そうやってみますと、ヨッシーってね、この1年間ずっと振り返ってみると、鴨頭ヨシトさんというその講演家の方がいて、うん、でもう一つあのこの前おいでに来てくださった、中村文明さんという講演の方がいらっしゃって、で今日は、西野明弘さんというね、まあ、皆さんが崇拝する、もともとはキングコングのお笑いの方でしたけれども、もう今そちらよりもね、やっぱりこうやってビジネスの世界で成功していらっしゃるあの方の教えを請いたいという、あのいろんな方のところにスーッとこう即入っていかれるのはなぜなんですか？もうとことん興味があるからなんですよ僕、人に興味がある、というか、あのその人に興味があるというより、それがなんかちゃんと組織を作ってるじゃないですか、それぞれに、まあ、鴨さんなら鴨さんの、鴨塾みたいなのがあったり、いろいろ組織を作る。で、まあ、中村さんは中村さんで、紬大学っていう組織を作る。で、西野さんは西野さんで、いわゆるエンタメ研究所というオンラインサロンの、サロンメンバーっていう組織を作る。なんか学ぶとこすごくあって、どうしたらこういうふうに人を束ねるっていうか、みんなを一つの思いに持っていくことができるんだろうかって、そこを見たくなってくるんですよね。そうするとなんか、あ、この人から教えを もらわないといけないから、そういった意味じゃすぐそこに入っていくっていうのが、こう、まあ、この1年その連続ですよね。だからその場その場でいろいろなことを学ばせていただいてるっていう、そういうことですよね。そうですね。まあ、昔はこれだけネット社会じゃなかったから、いろんなものはこう本を読んだりね、直接会った方から教えを請うたりしてましたけど、今パッとこうやってこの人調べてみようと思ったら、そこにいいお話があって、そこからつながってまた別の方のいいお話、それにどん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 くっついていかれたヨッシー、またそういう人たちが集まり、またこの番組にも来てくださってるということなので、そうですよね。またもしかしたら来年すごいメンバーがね、まあ、否定する気になれば、まあ、何年ね、金婚西野なんてなんか忘れ去られたお笑いタレントだって思って、もうそれをつかまないっていう選択だってたくさんあったんですけども、でも、それなんでそうなんだろうって、そこに、まあ、月額908円なんですけども、まあ、お金を払いながら僕それを学ぼうという気持ちになれる。知らないものを嫌いになるんじゃなくて、知らないものを知ろうとするっていうことが重要なんじゃないかなって、それが人生を豊かにしていくんじゃないかなって、そういうふうに思います。学んだものは全部この番組に還元してくださいね。そうですね、楽しみにしております、はい、ということでお送りしてきました、吉井清松のあなたの未来、お別れの時間です。お相手は吉井清松、松本久美子でした。せーの、いいね。